500m 自由形決勝、8レーンには難波亜希、インカレ4位に入っている選手です。7レーンの津村直也は国内で7位の選手。6レーンには世界水泳そしてリオオリンピックの日本代表塩浦慎理です。自己ベストのタイムを出したいと話していました。5レーンには松井康介、 50m 自由形で日本選手権6位に入賞しています。4レーンは中村克美、先週は 50m 自由形の日本記録を上回るタイムを出しています。3レーンにはインターハイチャンピオンの石崎圭介、2レーン坂田怜央は前回のパンパチ水泳日本代表としても戦いました。1レーン水沼直樹もインカレのファイナリストです。以上の8名により決勝が行われます。で中村克美は先週6レーンを泳ぐ塩浦の 50m 自由形の日本記録を0秒01上回りました。この2人の戦いにも注目です。男子 100m 自由形決勝です。まずは柴田さん、中村のこの今の勢い楽しみになってきますね。そうですね、 50m でも さほどタイムは悪くなかったので、はい、まあ、日本新記録をもしかしたら本人は狙ってるかもしれないので、うん、そこも期待したいですし、まあ、日本記録とは言わなくても48秒前半はきっと出したいと思いますので、はい、しっかりと前半から行ってほしいなと思います。そしてやはりこの塩浦にも思いはあるでしょうね。そうですね、きっと同じ思いを持っていると思うので2人で頑張ってほしいです。4レーンが中村克美、そして6レーンに塩浦。スタートです。男子 100m 自由形決勝が始まりました。まずはレースの序盤、誰が抜け出すか。少し塩浦は遅れているか。抜け出しているのはやはり中村か。ただほぼ横一線、塩浦も上がってきています。黄色いレーンの奥川が4レーン中村克美、そしてその2つ手前、白いスイミングキャップが6レーンの塩浦。まずはこの前半のタイムどれぐらいか、23秒30というタイム。中村の答えはどうでしょう。そうですね、悪くないのでぜひ後半ちょっと粘ってほしいと思います。48秒の前半を目指したいと話していた中村が塩浦から体半分ほどのリードを奪っています。塩浦はわずかに遅れています。黒のスイミングキャップ中村克美、勢いそのまましっかりと差をつけ前半どころではないタイムが出ました。そうですね、はい、素晴らしいですね。やはりあの 50m で日本新記録も出していますので、スピードがついてきてますので、はい、まあ、前回の自分が持っている、まあ、47秒99の時の 50m 入りは遅かったですけど、その分スピードがついている分きっと楽に入れていると思うので、後半このような伸びになってこの記録につながったんじゃないのかなと思います。やはり後半にこの今日の中村の泳ぎに伸びがあったんでしょうか。そうですね、もともと後半に 50m でも 100m でも後半伸びが出てくる選手なので、そこはしっかりといつもの泳ぎができているだと思います。男子 100m 自由形日本記録を更新しました中村克美選手です。おめでとうございます。ありがとうございます。自身2度目の47秒台、今レース振り返ってどんなお気持ちですか。そうですね、こんなに早いタイムだとは思わなかったので、ちょっとゴーグル曇ってたんで、タッチした時87っていうのが見えたんで8秒8かなと思ってたんですけど、よく見たら7だったんで、はい、びっくりしましたし、非常にいいレースだったと思います。これでまた世界との距離が一歩縮まったと思います。今後に向けての抱負を聞かせてください。そうですね、本当この記録は手始めに過ぎないと思っているんで、
もっともっと更新して、今シーズン一気にタイム縮めて、世界のトップに食らいついていけるように頑張りたいと思います。今後も期待しています。中村克美選手でした。ありがとうございました。男子 100m 自由形決勝の結果です。中村克美47秒87、自身の記録を塗り替え日本新記録をマークしています。